キングスマンは2014年のイギリスアメリカ合衆国のアクションスパイ映画。原作はマークミラーとデイブ・ギ・ボンズによるコミックキングスマンザ・シークレット・サービス。同じくミラー原作の映画キックアスを監督したマシュー・ボーンが監督を務めた。出演はタロン・エガートンとコリン・ファースなど。どの国にも属さない世界最強のスパイ機関。 キングスマンの活躍と亡き父の後を継いで、キングスマンのスパイとなる道を選んだ青年の成長を、ユーモアを交えて描いた作品である。2014年12月に開催された映画鑑賞マラソンイベント、バットナム・エートーンで初上映された。2017年に続編となる、キングスマン、ゴールデン・サークルが全米公開された。ロンドンのサビルローにある、キングスマンは、 表向きは高級テーラーだが、実は、どの国にも属さない中立の情報機関、キングスマンの拠点であった。ジップを早くに亡くし、ロンドンの下流家庭で母と養父と暮らす青年、エグジーは、知能や身体能力が高く、一時は海兵隊に入隊したこともあったものの問題を起こして除隊し、今は街の不良としてすさんだ生活を送っていた。ある日、 敵対する不良グループに仕返しで行った自動車窃盗で警察に捕まってしまう。そこで幼少時、亡き父、リーの友人から危機に陥ったら、使うよう言われたメダルの番号に電話をかけると、しばたたく間に釈放される。不思議がるエグジーに立派なオーダースーツに身を包んだ英国紳士のハリーハートが迎えに現れる。ハリーこそかつてエグジーにメダルを与えた亡き父の、 友人であり、リーがどれだけ勇敢な男で自分を助けてくれたかを話す。そこで二人は、チンピラの襲撃を受けるが、見た目に反してハートは鮮やかに彼らを帰り討ちにしてしまう。そしてエグジーの素質に気づいたハートは、自分やリーを含むキングスマンの存在や、前日に仲間が一人亡くなったことを話し、エージェントの試験を受けてみないかと誘う。これを、エグジーは、 心よく受ける。キングスマンのエージェント選抜試験は、エグジー以外にも候補生たちがおり、皆上流階級だった。試験監督官のマーリンは、空席のコードネーム、ランスロットを埋められる合格者は一人だけだと明言。死者も出るほど過酷な試験が数ヶ月にわたった。最終的に、エグジーと女性候補のローキシーが勝ち抜くも、今まで飼ってきた犬を射殺するよう命令され、 エグジーは拒否して失格。ロキシーが新たなランスロットに任命される。失望するハリーに抗議するエグジーだったが、最後の試験は空砲であったこと、死んだと思われていた候補生も実は生きていることなどを明かされる。その頃、キングスマンは前任のランスロットの死亡原因でもある謎の組織の狙いを追っていた。その組織に誘拐されたと思われていたアーノルド教授が、 何事もなく復帰した情報を得て、ハリーが事情聴取に向かう。しかし、アーノルド教授の首に埋め込まれていたチップが爆発し、教授は死んでしまう。チップへの爆発命令信号を送ったのが、インターネットの事業で大富豪となった、事前家のリッチモンド・バレンタインだと知ったハリーは、身分を偽って彼と会う。そこでバレンタインは過激な環境保護思想を吐露し、また、陰で、 ハリーの正体を知っているかのような態度をとる。ハリーはバレンタインの狙いを看破するため、とある教会に赴くが、そこでハリーも含めた教会の人間全員が突如凶暴化し、激しい殺し合いが始まる。教会を出たハリーをバレンタインが待ち構えており、特殊なシムカードによって人間を凶暴化させ、選ばれた人間以外を殺し合わせて、 人口を調整する計画だと明かす。そしてエグジーの目の前で、ハリーはバレンタインに射殺される。エグジーは、キングスマンの本部に向かい、リーダーのアーサーに事情を説明する。そこで、アーサーの首にもチップの手術跡があることに気づき、自分を毒殺しようとしたアーサーを起点を聞かせて、帰り討ちにする。バレンタインの計画を阻止すべく、ロキシーは、彼の人口衛星を攻撃。 エグジーとマーリンは彼の秘密基地に潜入する。秘密基地には生き残る権利を得た選ばれた人間たちが集まっておりエグジーらは追い詰められるもチップの通信をご配信させて全員を爆死させる。バレンタインは人工衛星を復旧させ凶暴化命令を発信するもエグジーは立ちはだかる女殺し屋のガゼルを殺し、そしてバレンタインも仕留め通信を停止させて 世界を救う。後日、正式に、キングスマンのエージェントとなり、ハリーのコードネーム、カラハットを継いだ、エグジーは、実家へと向かう。そして、DV 被害に遭っていた母を守るため、ギフトの縁を切ろうとする。反対し迫ってくるギフに対し、エグジーは、物語冒頭で、ハリーが一人で不良グループを相手にしたシーンを、想起させる行動を起こし、物語は終わる。 サンディエゴコミコンでの制作会見原作者のマーク・ミラーとプロデューサーのマシュー・ボーンが対談で近年のスパイ映画がシリアスな内容ばかりになっていることを嘆き楽しいスパイ映画を作りたいと思い立ったことが映画化のきっかけとなった。ボーンは企画を実現させるために X、Men、Future&Past の制作を降板したが彼はこの決断を 本当に厳しい決断だったと述べている。2013年4月29日にコリン・ファースが出演することが発表された。悪役にはレオナルド・ディカプリオが検討されていると報じられていたが、ボーンは報道について私がローマ教皇になるようなものだと述べて否定している。ボーンはヒロイン役には候補に上がっていたエマートソンやベラヒース・コートではなく新人がふさわしいと考え、9月に ソフィー・クックソンを起用したことを発表した。また、マーク・ハミルが、アーノルド教授役で、亀を出演することが発表された。この他にもアデル、エルトン・ジョン、レディー・ガガ、デビット・ベッカムの亀を出演が報じられたが、いずれも噂止まりで実現しなかった。2013年10月6日から主要撮影が、サリーで始まり、制作費は、007スカイホールの3分の1程度と、 報じられた。エグジーの自宅のシーンは、アレクサンドラ・ロード・エステート、その他のいくつかのシーンは、インペリアル・カレッジ・ロンドンで撮影されている。南ロンドンのケニングトンでは戦闘シーンや、カーアクションが撮影され、サビルローでは、下手屋のシーンが撮影された。2014年5月に、ヘンリー・ジャックマンとマシュー・マージェソンが音楽を担当することが発表され、7月には、 ゲイリー・バーローが映画のために作曲していることが発表された。また、エンディングには、テイクザットの3が使用されている。2015年1月14日に、ロンドンでプレミア上映が行われ、監督のボーン、主要キャストのファース、エガートン、ストロングが出席し、テイクザットが主題歌を生演奏した。同日に、グラスゴーでもイベントが開催され、 ロンドンのプレミア上映の映像が劇場で上映された。1月29日にイギリスで公開され、アメリカでは公開時期が2点3点した挙句、2月13日に公開された。ラテンアメリカとインドネシアでも公開されたが、教会の殺戮シーンがカットされた状態での公開となり、ボーンや評論家が重要なシーンと指摘するシーンは上映されなかった。 工業収入は4億ドルを記録し、イギリスで2億4200万ドル、アメリカで2億8300万ドルを記録している。1月30日にスウェーデン・アイルランド・マルタで公開され、イギリスでは初日で650万ドルの収益を上げ、ランキング第2位の成績を記録した。翌週にはオーストラリア・ニュージーランドで公開され、 オーストラリアでは360万ドルの収益を上げた。第3週には39カ国4844スクリーンで公開され2300万ドルの工業収入を記録した。第4週には54カ国5940スクリーンで3340万ドルの工業収入を記録した。アメリカでは初日2040万ドル 二日目2540万ドル、三日目2040万ドルを記録し、第一週で3260万ドルの収益を上げ、ワシントン誕生日を含む4日間で4180万ドルの工業収入を記録した。北米以外の地域で最大の工業収入を記録したのは中華人民共和国の2790万ドルだった。 その他の地域では韓国が530万ドル、ロシア CIS が360万ドル、台湾が430万ドル、フランスが330万ドルとなっている。キングスマンはスパイ映画の復活として高い評価を受けている。ロッテントマトズには225件のレビューが寄せられ、支持率74%、平均評価6.8、10点となっており、スタイリッシュで破壊的であり、 何よりも楽しいと批評されている。メタクレッティックには39件のレビューが寄せられ、平均評価58、100点、ムービー、レビュークエリーエンジンには108件のレビューが寄せられ、平均評価63、100点、シンネマスコーでは B 評価となっている。ローリングストーンのピーター・トラバースは、この英国秘密エージェントのスラム版アクション映画には心を揺さぶられた。 キングスマンは、止めどなく楽しい映画ですと批評している。ガーディアンのジョーダン・ホフマンは、この映画には007の精神が全て詰まっている。ゴーンの脚本には、楽しさを追求するライセンスがあり、制作に関わったもの,の誰もが、この狂ったジェームズ・ボンドの想像から逃げずにいたと信じていますと批評し、クリストファー・ノーランの映画と比較して、マイケル・ケインの存在にも関わらず、 キングスマンは、ノーラン方式のスーパーヒーロー映画とは遠い場所にあります。真実は、頻繁に起きる豊満な笑いのために現れますと、述べている。高い評価の一方で、コメディ映画として許容できない、暴力描写があるとして批判も受けている。ザ・ニューヨーカーのアンソニー・レーンは、多くの観客は、キングスマンの勇敢な制作に拍手を送るでしょうと、評価しながらも、 ステレオタイプな内容を批判している。ニューヨークタイムズのマノラダ・アジスも映画自体は楽しいものと評価したが、暴力描写については批判している。ガーディアンのジェイソン・ワードは、キングスマンのすべては、それが保守的であるという事実を隠すために描かれているとして、バレンタインの計画は環境主義者を悪者扱いしており、シリアスではなかった。 古いスパイ映画への逆行だと批判している。ザ・ AV クラブのイグナティービスネベトーキーは、キングスマンは紳士的な映画ではなく、参考にしているスパイ映画と比べて非常に反動的です。映画は貴族的な装飾やデザインなど、少なくとも視覚的な観点からは楽しむことができますと批評している。r o g e r e b e r t c o m の ピーター・ソブチンスキは4つ、性満点中2つ星を与え、ボーンの映画をスクリームのスパイ映画版と述べ、漫画的な描写にもかかわらず過剰な暴力が描かれている点を批判した。この他にも映画の最後のシーンで007映画のパロディとして描いたアナルセックスのギャグについても批判を受けている。ありがとうございます。